松山市一番町の坂の上雲ミュージアムで秋山さねゆき2022ミュージアム1受けたい授業さねゆき編が開催されました。これは小説坂の上の雲の3人の主人公の一人で作戦参謀として活躍した秋山さねゆきの誕生日を祝うイベントです。今回はアナウンサーが先生役として行う授業や館内を回るミュージアム謎解きクイズラリーなどが行われ、およそ20人の親子が参加しました。授業後半には船の工作などでも楽しみました。サネユキさんが雪の中おしっこをしたところが面白かったです。やっぱり船作りが楽しかったです。なんか愛媛に住んでいてもなかなかこの知る機会というのがなくって、参加応募したきっかけもなんかこう地元のこう有名な方の知る機会があったらなというのを応募したんですけど、なんか本当そのすごく学べたので、また機会があれば参加してみたいと思います。小学生で学校ではちょっとサネユキについては学んでないのかなというところで、まあ、基本的なところでサネユキさんは、まあ人柄ですとか、どういうことをやってきたとか、そういう基本的なところから学んでほしいなと思って今回開催いたしました。サネユキさんに限らず、その、まあ、愛媛の偉人というところでサネユキさん以外にも魚の国ミュージアムでは、正岡子規とかサネユキのお兄さんの義振もいますので、はい、ぜひ3人についても学んでほしいなと思います。参加した親子はさまざまな角度からサネユキについて勉強し、サネユキの魅力、人となりを感じたことでしょう。